フランス語でどんなふうに否定をしたらいいんですかと思ったら、このビデオの中でそれも教えたいと思います。簡単でゆっくり説明するつもりですから、初心者でも分かるようになると思いますので、ぜひぜひ最後まで見てください。このビデオなんですけれども、言語をするストラクチャーを教えたんですけれども、そのビデオから同じストラクチャーを使って否定のストラクチャーを教えたいと思いますので、みんなもしそのビデオをまだ見てなかったら、ぜひぜひクリックして見てみてください。それでは早速始めましょう。1番目のストラクチャーなんですけれども、主語、動詞、形容詞っていうストラクチャーなんですけれども、否定になるとどんな風になりますか？ねとpasを使います。例えば、Je suis grand。僕は背が高いです。背が高くないと言いたかったら、Je ne suis pas grand。だから、ne pas はいつも一緒に使っている言葉。Je ne suis pas grand。Je ne suis pas content。Je ne suis pas petit。Je ne pas。わかりましたか？じゃあ、例えの方に行きましょう。イタリア人はイタリアンって言いますですけれども、どんな風に私はイタリア人じゃないんですを言ったらいいんですか？コメントの方で教えてください。2番目のストラクチャーなんですけれども、主語、動詞、限定詞と名詞っていうストラクチャーなんですけれども、同じ ne pas っていう言葉を使います。例えば、Je ne vois pas le chat。Je ne mange pas la pomme。Je ne parle pas le français。っていうふうに言えます。例えの方に行きましょう。車はvoiture。見つけるはtrouverっていうふうに言うんですけれども、私は車を見つけないんです。どういうふうに言ったらいいですか？コメントの方に教えてください。3番目のストラクチャーなんですけれども、c'est ta っていうストラクチャーですね。否定をするときに、例えば c'est bien だったら、ce n'est pas bien。c'est は ce と est と分けて、そしてその真ん中に n を入れたら、ce n'est, ce n'est pas bien, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un chat, ce n'est pas。っていう風に覚えたらいいです。例えの方に行きましょう。ケーキはガトーっていう風に言うんですけれども、これはケーキじゃないんです。で、どんな風に言えばいいんですか？コメントの中で教えてください。4番目のストラクチャーなんですけれども、il y a っていうストラクチャーですね。否定をするときに、il n'y a pas。その ne の e なくなって、il n'y a pas。例えば、il n'y a pas de lait dans le frigo。Il n'y a pas de lumière っていう風になります。そのストラクチャーを使ってみましょう。水はおっていう風に言うんですけれども、水はありません。どんな風に言えばいいんですか？コメントの中で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、あ、ビエント。